い、どうもこんにちは、しおみゆかりです。というわけで本日はタイトルにもありますように、久しぶりに素敵なワンピースを購入いたしましたので、本日はそちらをご紹介したいと思います。で、そちらのアイテムがこちらのワンピースなんですけれども、これは GU のバンドカラーシャツワンピース（七分袖）というアイテムです。まあ、私去年の前半、まあ、一昨年ぐらいから本当にずっと黒ワンピースで生活するっていうことをしてたんですけれども、その生活習慣の流れで結構もうずっと黒いワンピース自体はチェックしていて、いいのがあれば購入したいなっていう気持ちはあるので結構チェックしておりまして、でその中で今回たまたまこのワンピースを発見してしまったので、ちょっと購入に至ったんですけれども、まあ、黒を購入しようかなと思いつつ、ちょっと春先なので白もいいなと思って、今回ちょっと白を購入してみました。で、このワンピースはサイズが XS から 3XL サイズまであるアイテムで、カラーは白と黒の2色展開です。で、私今回はまあ白を購入して、でサイズはちょっと L サイズを思い切って購入してみたので、ちょっと早速着用しつつこの商品の特徴をお届けしようかなと思うんですけれども、まあとはいえこれ白なのでかなり透け感あって 100% 透けるアイテムなので、今回はちょっとペチコート、これも私数年前に楽天かなんかで購入して結構重宝していて断捨離しなかったアイテムなので、ちょっとこの辺の詳細は概要欄に貼っておこうかなと思うんですけども、これと合わせて着ようかなと思いますので、早速着用してみたいと思います。はい、というわけで着用してみました。まあ、七分丈ってあるんですけど、まあ、私ちょっと通常サイズより大きめを選んでいるので、八分丈、まあ、七分丈って言ってもいいかなぐらいの丈感になっております。ちなみに私身長157センチで、この商品は今 L サイズを着用しております。で、こんな感じですね。まあ、ちょうど本当に私の大好きなズルズル丈ぐらいで着れるのがちょっと L サイズだったので、ちょっと大きめを購入してみました。というのも、まあ、ちょっと大きめを購入した理由は後でお話ししていきたいなと思うんですけれども、一応この商品素材的にはポリエステル 65% の綿 35% なので、綿100のシャツに比べるとシワは比較的できにくいかなと思って購入をしております。まあね、私もここ近年綿100にこだわってアイテムを購入してたりしたんですけども、シャツに関しては綿100はちょっと扱いにくいなと思う部分もあるので、最近ちょっと綿を含むアイテムとかもちょっと試験的に購入してみて着用感とかを検証したいなっていう思いもあるので、最近ポリが入ってても購入したりするようになったんですけども、というわけで今回もちょっとポリが多めのシャツなんですけれども購入してみました。で、まあ、ちょっとこのアイテムね、洗ってみないと実際じゃあどうなるんだっていうのは分かりにくいと思うんですけれども、まあ、比較的シワはできにくそうかなという感じですね。ただまあ洗濯すると絶対シワはできると思うので、ちょっとそこら辺はアイロンの工数との大相談っていう感じにはなりそうな気はするんですけど、でもそれを加味したとしてもなんかシルエットが可愛いというか春に着たい感じのシルエットだったので、今回購入してみました。ちょっとね、ここたっぷりたまるパフ仕様になっていて、今年結構ハイブランドでこういうパフ系の袖とかめっちゃ多いイメージがあって、特にロエベとかがめちゃめちゃ多かったので、こういうパフ系いいなと思ってたので、まあ、今回ね購入してみたっていう感じもあるんですけど、
で、裾はちょっと2段フレアというか、1段ここに縫い合わせがあって、そっから裾フレアに広がるデザイン。なので、どちらかというと本当に A ラインチックに着れるような形になっているかなと思います。で、まあ、シブは透け感あるんですけど、今、インナーね、ペチコート、さっきのペチコートを着ているので、ペチコート入れると透け感なくなるかなと思います。で、まあ1枚で着るとこんな感じなんですけども、まあ結構やっぱり可愛い印象強い、まあ特に白なので可愛い印象強いかなと思うので、私は基本的にこのワンピースは、なんかこのままずるっとほっこりめに着てもいいし、やっぱりベルトとかをね、入れて、ちょっとシルエットにメリハリというか、なんかちょっと A ラインチックに着たりとか、ただ今の気分的にはちょっと太めのベルトというかビスチェっぽいもので、こんな感じですね。太めのベルトとかビスチェで太めに縛ってみて、より A ラインを際立せつつも、なんかここで絞ると結構ヴィンテージ感出るというか、みたいなシルエットになるので、ちょっとね、ハイウエスト気味に絞って着たいなと思って購入してみました。ビスチェ入れるのとか流行ってると思うんですけど、あんまりビスチェ感強いと、あのキャミソール型みたいな感じだと、ちょっと幼くなるかなと思った部分もあるので、まあ、これくらいのちょっとベルト映えするというか、ぐらいの太さで合わせてみたいなと思っていたりしております。という感じで、これを合わせるために私は L サイズでちょっと裾ギリギリというかズルズルめの丈感で購入して、ここで絞って上に上げると、まあ、ちょうどいいシルエットというか私の好きな着丈感で着れるようになるので、ちょっとそのために私今回 L サイズを購入してみました。普通になんか1枚で着るんだったら全然 M とかなんなら S サイズでも良かったんですけども、L サイズを購入しております。なんかあんまりこう S でも M でも L でもここのサイズ感はそんなに変わらなかったというか、めちゃめちゃ大きいなって感じるほど変化がなかったので、私今回 L サイズを購入しておりますという感じですね。なのでこれ結構春先着たいワンピースですね。というかワンピースってやっぱり着るとテンションが上がるので、やっぱりね、ちょっとプラス J でいろいろ T シャツだとかトップスとかなんやかんや購入してしまっているんですけれども、やっぱりワンピースってテンション上がるなというところでまた購入してしまいました。がお値段が2990円とめちゃめちゃ安いので、あのワンシーズンで着つぶしてもいいかなと思える価格帯なので、個人的にはなので、まあ良いんではないかなと思っております。というか結構白のワンピースって今まで割と高いものとかも購入してたりしたんですけれども、あの汚れが気になるというか汚れそうで、結局その高いのを購入してももったいない欲というか、汚したらどうしよう的なそのストレスが半端なくて、なかなか日常で着るのが難しいアイテムとかもあるんですけど、2990円なら別に汚れてもいいかという気持ちで着られるので、個人的にこのワンピースが2990円で買えるのであれば、ちょっと購入してみる価値はあるのではないかなというところで手にしております。結構ね、その大きめのこの L サイズ、ちょっとダボダボした着られてる感のあるサイズ感とかだと、割となんかそのドメスティックブランド感があるというか、ドメスティックブランドって大きめのアイテムとか、なんか大きく感じるアイテムとかが多かったりとかもしてるなっていう感覚があるんですけど、なんかそういう感じで着られるなと思ったので購入してみました。本当にさらっと着れるワンピースなので、なんか部屋着にしてもいいなと思ったりしております。すっごい楽なんですよね。やっぱりこれくらいの身幅があってゆるっと着られるシャツワンピースってめちゃめちゃ楽ちんなので、なんだかんだこういうのが一番重宝するんだよなという気持ちです。はい、というわけでちょっとね、着用しつつ商品の感想をお伝えしました。これちなみに開けて着ることもできるので、ちょっと中何か仕込んで合わせてみたいと思います。はい、というわけで前を開けて着用してみました。
まあどうでしょう、割とこれ素材がポリメインなので、割と夏場の羽織としても着れそうな感じありますね。ただまあ私ちょっと今長めを購入してるっていうこともあるので、羽織としても着るっていうことであれば、まあ、ジャストサイズぐらいで購入するのがいいんじゃないかなと思ったりもしておりますが、まあ別に私長めのズルズル着丈大好きなので、こんな感じで着てもいいんじゃないかなと思います。やっぱりなんか長めの着丈着てる方がちょっとかっこよくなるんですよね。ということもあって、私着丈長めのズルズル着丈が大好きなんですけれども、という感じです。今回白で合わせるので黒で合わせてもいいかなと思いつつ、ちょっとニュアンス系のカラーで合わせてみました。このトップス、タンクトップなんですけど、これは去年ユニクロで買ったやつですね。去年多分ご紹介してるんですけど、このインナーと、あとこのパンツ、このパンツも実はちょっと GU で購入したんですけども、今年はいろいろ購入して遊ぶぞということでちょっと購入したパンツなんですけども、それと合わせてもなんかいい感じなので、やっぱりシャツワンピースって羽織にも使えるし、ワンピースとしても使えるし、やっぱり優秀だなというのが個人的な感想です。はい。ちなみにこれポケットがついてまして、こんな感じの、まあ、ポケットってねあると便利っていう方もいらっしゃると思うんですけども、個人的にはシルエットがそれで潰れないものであればポケットついててもいいなって思う派なんですけど、このワンピースの場合ちょっと透け感があるので、ポケットがあることによってポケットがちょっとね目立つんですよね、透けて、というのがあるので、個人的には別にポケットなくてもいいんじゃないかなと思ったりする派なんですけども、ただまあ外行く時とかね、ポケットあるとなんやかんや入れれて便利だと思うので、まあそういうちょっと便利さはある感じのワンピースではありますね。なのでこの仕立てでポケットもついてて2990円ってめちゃめちゃ安いですよね。まあこれポリ 65% 入ってるんですけど、割とコットン映えする感じではあるので、なんかそこら辺が気になる方にも安心な感じの素材ではあるのかなという印象はありますね。なんかそんなにポリポリしてないというかちょっとコットンっぽくさもあるっていう感じですね。はい。はい、というわけでここからは着用感振り返りのコーナーです。まあ1枚でねこんな風にさらっと着ても本当にふんわり可愛いワンピースなので、春先には重宝するワンピースなのではないかなと思って結構気に入っております。でまあこんな感じでちょっとまあ太めのビスチェというかベルトで合わせてメリハリを効かせてきてもいいんじゃないかなと個人的には思っているので、これね黒で結構合わせて着てみたいなと思っているので、もしかしたらちょっと色違いを購入してしまうかもしれないです。というわけでさらっとね前を開けて着てみるとこんな感じで、個人的にはキャミワンピースとかでねこういう感じで着るとかなり抜け感あって可愛いんじゃないかなと思っているので、夏とかはキャミワンピースと合わせてみたいですね。で今の季節ならまあ、こんな感じでちょっと上からスウェットを羽織ってみてもいい感じじゃないかなと思っているので、まあ、割とねシャツワンピースって1枚あるといろんな着方ができて万能だと思うので、何かしら春のアイテム探されてる方にはおすすめしたい一品です。というわけで編集中に洗濯が終わってちょっと乾かしていたのでそれを見たんですけども、意外とシワがなくてですね、意外とこのまま着れるのではないかなというところで、これから重宝しそうです。はい、というわけで本日は GU のバンドカラーシャツワンピース七分袖をご紹介しました。まあ、私こういう系のこういう襟のものは結構ね開けて着ることが多いので、なんかねやっぱここが詰まってると革が丸顔気味なのでちょっとね幼くなってしまうということもあるので、私は基本的にここ開けて着ようかなと思っているアイテムなんですけれども、やっぱり春になるとね白いワンピース着たくなるなということで、店頭で見ててもこれ白の方がやっぱり人気っぽかったので、まあ、かかってる
数が少なかったっていうところで判断しただけですけれども、ただまあやっぱり白の方が人気なのかなというところもあり、まあ普段ね黒ワンピースで黒魔人しておりますが、ちょっと今回白を購入してみました。洗濯してみてシワ感とかめちゃめちゃ気になる感じじゃなかったら黒も買い足してみようかなと思っておりますので、なんか今はまだ新作なので大型店舗しか入荷してないかもしれないんですけれども、多分おいおいいろんな店舗で展開されるアイテムかなと思うので、気になった方はチェックしてみてください。というわけで、私インスタグラムやツイッターもやっておりますので、よろしければフォローいただけると大変嬉しいです。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。